神に飲まれるということだ。つまり三択だよ。1、もう一度地獄に帰る。2、暗闇に飲まれる。3、神様になる。だ。北白蛇神社に祀り上げられることで、八九時迷いは現世への存在を許されることになる。だから八九時ちゃんにとっては基本的にはいいことずくめではある。もちろん仕事はしてもらわなくちゃならないけれども、しかしエアスポットの管理さえしてくれれば、それだけで十分に予防策にはなる。だそうです。だけど蛇を祀る神社ですよね。カタツムリの会である八九時をそこに祀るとなると、また歪みが生じることになるんじゃ。そこが暦が考えなしだったというのが信じられないくらいのミラクルなんだよね。それがなければ私も八九時ちゃんを神に据えようとは思わなかったかもしれない。カタツムリは蛇の上位互換だ。いや、上位互換という表現は画伝飲水が行き過ぎて言い過ぎかな。だけどこよみん、三すくみくらいは聞いたことがあるだろう。ヘビとカエルとナメクジが。ナメクジ、どこかで聞いたよな。ああそうだ、ナメクジ豆腐。怪奇が戦国に施していた偽物の怪異。そう、ヘビに有効な怪異ナメクジ。そしてナメクジとカタツムリは禁煙種だ。あ、ならばカタツムリはヘビと関連がないどころか、カタツムリはヘビを抑え込める。戦国のように暴走することなく、戦国のようにヘビに飲まれることなく、逆にヘビを飲み込める。ナメクジ迷いというわけですね。八九時、お前は本当にそれでいいのか。ええ、いいですよ。神様、上がるじゃないですか。上がるって。失礼、噛みましたというわけですね。そんな風に言うとギャグみたいになるからやめて。ギャグで引き取ろうとしないで、こんな重大なことを。二階級特進どころではない大出世ですよ。いや、分かってないってお前、多分。分かってますよ、ちゃんと。そうなのか。神様になるという行為の責任や意味、重みや役割をちゃんと分かっているのか。いえ、そういうのは全然分かってないんですけれど。分かってないのかよ。ただし、そうなればこれからも荒木さんと楽しく遊べることだけは分かりますよ。